外を見ててくれ。ユータに連絡を取る。ユータに？搭乗会がハルカたちのことも探している。連中は本気だ。警察病院も安全とは言い切れない。田頭、本家の連中が来るかもしれん。外を見張っとれ。兄貴っすか？ユータです。ああ、そっちに異常はねえか？異常ってことはないっすけど。ああ、そういや、ハルトが物に捕まらねえで一人で立ったんです。もうすぐ歩き出しそうっす。そうか。伊達さんはそばにいるか？ええ。ならこう伝えてくれ。またハルカたちをどこか別の安全なところに移動させてほしいと。カムロ町からなるべく遠く、東京からも出た方がいい。そうは言っても警察病院より安全なところって。それにハルカちゃんも意識が戻っただけで体中怪我してますし、今すぐには動かせませんよ。確かにな。分かった。とにかく俺もすぐそっちに向かう。だが伊達さんにはもっと安全な隠れ家を探すように進めてもらってくれ。分かりました。聞いてたな。俺はカムロ町に行く。南雲、お前らはどうする？わしらも行きます。ハルカちゃんと坊ちゃんを守らにゃ。おやっさんもそうせい言うとりますけ。わかった。わしらもちいと準備がありますけ。下手すりゃもうこの土地には戻ってこれんようになります。兄貴もやり残しがないようにしといて使わさえ。後でアパートの方へお迎えに上がりますわ。